中津盆山は、徳島県徳島市と勝浦郡勝浦町の境に位置する、剣山系の標高773メートルの山で、ある。四国百名山の一つ。剣山連峰の一の森から東方に連なる、主山領の最東部にあたる。日峰山、津峰山と共に、阿波三峰と称され、海の守護神として信仰されている。三山に灯す日は、 安夜でも海に望まれ、その相互の関係から船の位置を知ると言われる。あわしに、中津本、宮井村にあり、上府を隔たること三里。坂道線八十歩にして、左右に、花桜列をなす。西には、畑山に連なり、東は海門を望む。その峰森水にして、前に、大企画あり、その下を、如意林寺となすとある。如意林寺は、 高野山真言宗の寺で、北東中腹にある古刹である。呂遺林寺本尊の呂遺林、観音像は、寄席作り、右足を縦膝とする座像で、鎌倉時代の作品とされ、国の重要文化財に指定されている。東火録に、中津峰の上を長鮭原といい、屋敷屋とあり、馬場、井戸跡も今に残るとあり、頂上から100メートルほど西に寄ったところに、石垣が現存し、 精烈な水も流れている。長者が米ぬかを捨てたので、ぬかけ原とも呼ばれるという、南側の中原に星の岩屋がある。頂上には天津神,神社と石垣の暴風兵器があり、38社が祀られている。山頂の西方1 5キロメートル付近は、バーラオ峠と呼ばれる広い峠で、この峠と中津峰山の間の地域は、中津盆森林公園となり、キャンプ地など、 諸施設、車道の建設が行われている。峠の北斜面には、旗子滝がある。中津峰山から、西方の連山を、旗山と称し、徳島藩主の狩り場であった。漢文元年3月6日から3月12日まで行われた、八須賀三鷹の鹿狩りでは、獲物362頭、従者3600人であったという。天気が良ければ、徳島市外は、 もちろんのこと、淡路島やナルト海峡も見渡すことができる。ありがとうございます。